テイラー軍はアメリカ合衆国ジョージア州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8906人であり、2000年の8815人から1.0%増加した。軍庁所在地はバトラー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。テイラー軍は1852年1月15日にジョージア州議会の法によって、 メイコン軍、マリオン軍、タルボット軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名は、第十二代アメリカ合衆国大統領、ザカリー・テーラーにちなんで名付けられた。軍庁舎を建てるための土地は、アンドリュー・マッカンツ、ジョン・ティ・ー・グレー、ジョン・スター・リバント、ジョン・エール・パーカー、コビントンから購入された。軍内の民兵地区には、ピッツバーグ737、ホール743、 レーノルズ741、バトラー757、シーダークリーク1071、ホワイトウォーター853が含まれていた。2000年代半ば、テイラー軍は人種分離したダンスパーティーを開催したことでは南部最後の地域となり全国のニュースで取り上げられた。テイラー軍高校で最初の人種統合されたダンスパーティーが2002年に開催されたが、翌年はなかった。 この出来事は2006年の映画フォーアンナイトの題材になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は379.61平方マイルであり、このうち陸地377.44平方マイル、水域は2.17平方マイルで、水域率は0.57%である。テイラー軍は、滝戦地質層によって2つに分けられている。 上側半分は、ピードモント大地にあり、穏やかにうねった丘陵と、粘土基盤の土壌である。下側半分は、大西洋岸平原の上流にあり、平坦で土壌は砂質である。フリント川が、軍境の北側全体を形成している。テーラー軍経済の大半は、農業で推進されている。桃、イチゴ、ペカン、ピーナッツ、スイカ、メンカが主要産品である。 製材業も重要な産業である。大型のプランテーション松の上があるために、地域の大半は深い森に覆われている。特に、フリント川や支流の盆地では、後期の森が多い。軍南西部は大きな砂丘で覆われ、安定した砂採取産業に育っている。動物では、オジロジカ、野生七面鳥、綿タウサギ、アライグマ、コヨーテ、ボブキャット、ココノオビアルマジロ。 北オポッサム、赤オノスリ、さらに連邦政府が絶滅危惧種に指定しているアナホリゴファーガメなどが多く生息している。また北アメリカの毒蛇のうち6種がいる。東ダイヤガラガラヘビ、ティンバーガラガラヘビ、ピグミーガラガラヘビ、イースタイコーラルヘビ、ヌママムシ、カッパーヘッドである。北アメリカの毒蛇を代表する種である。数の多い樹木としてはサザンデトウオク、 ホストウォーク、ダイオーマツ、テーダマツ、モミジバ風、赤カモミジがある。アトランティックホワイトシーダーの群生する森もある。この群落は、ホワイトウォータークリークとリトルホワイトウォータークリーク沿いに多く見られ、この種を保存しようと高まりつつある。運動の中心にある。アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。